出したくもない事件からもう2週間が経とうとしてる。キドハイド、私の体をこんなにしてもてあそんだ責任絶対に取らせてやるんだから。噂によれば小さな女の子といつも一緒だって言うし、きっとその子も弱みを握られてあんなことやこんなことを。キドハイド、なんてハレンチな男なの。気持ちでフラッチ、女の敵、私の意志は天の意志、絶対に許さない。どこに隠れようと必ず見つけ出してこの手で成敗してやる。って、なんかこれじゃまるで私があいつを追いかけてるみたい。違う違う、私は土下座させて頭踏みつけて謝らせたいだけ。そうでもしなきゃ私の気が収まらない。こんな汚れた体にされた私の気持ちが。そうだから私は取り戻す、元の普通の乙女の体を。小さな子、そのフリフリ、キドハイドと一緒にいるっていう女の子じゃないよね。見ての通り、私は誰を伴う行動もしていません。隠密性を問われる任務。そっか、でも一人で歩いてるなら余計に気をつけるんだよ。ここは悪い奴らが多いんだから。あんたみたいに可愛い女の子、あっという間に連れ去られて。こっから先は子供には言えないこと。とにかく絶対にダメ、ダメなんだからね。よくわからない。しかし敵となるものが多いことは認識している。紹介も怠っていない。波の擬態者であれば遅れを取ることはないでしょう。さあ、なら安心だね。ねえ、ところであんたさ、キドハイドっていう極悪人知らない？キドハイド、記憶内検索、該当一件。先ほど衣服をまとっていない状態の私に、服を着ろ、俺にいる、お前の尊厳が心配など苛烈に言い迫ってきたもの。総合的に考え、それがキドハイドという人物に適合すると推測されます。なおい、おとなしくこのいかがわしい制服を着ろ。俺の欲望を満たすのにいるんだ。黙って言うことを聞けよな。ああ、こんな格好しちまってよ。俺はお前の尊厳がいつまで保てるか心配だよ。あんたが全裸で、それを着ろって、いかがわしい衣服を着せられて、尊厳も心配されて、言い迫ってきたって。もう、何なの？顔を紅潮させ、熱を発し、何かを猛烈に処理している。人間にも労働時間があるとは。
ゆるゆる許せない！キロハイド！すさまじい怒りの感情。キドハイドという人物はそれほどに悪しきものなのか。先ほどの接触ではそのような様子は感じられなかった。情報を修正しておこう。あの者に義理立てはないが、撃たれては私も不都合を被る立場。しかしこの者に説得や話し合いの余地があるようには見えない。何よ、あんたひょっとしてあいつの肩持とうとかって考えてるの？残念ながら冷静さを欠いているあなたと話し合うのは効率的ではないようだ。私とキドハイドたる者の活動を阻害するのであれば、この場で対処しよう。こんないたいけな女の子を恫喝して言うことを聞かせるなんて、人として恥を知りなさい、キドハイド！私が絶対に打ち倒し、この子の瞳に正義と真実を見せてあげる。そして再び尊厳の明かりをもたらすんだから。ファーストクローズディバイド。そっちへや。危ない。でやー、風でやー、そっち。乱暴どっち、風でやー、シェフシェフ、ほっちやー、レジューの音でやー、そっちにすでやー、よしよしでやー、外を走れでやー、完成度ぐるぐるぐるー、逃がさない、一目逃がさない、風でやー、こっち、こっちだ。よし、ウィンナー、タスクエラー、配列再蘇生、セカンドクローズディバイド、逃がさない、シェフシェフ、トッキー風、レッスン風、カバー、シェフシェフ、デヤー風、カバー、ウィンナー、ナナセ、もしもし、私だけど。もう乙女の柔肌にひっどいことしてくれるのは、後が残ったら責任取ってもらいますからね。やる気なのね。ファーストクローズディバイド、逃がさない、やります、ハッカネ、全員の服貫く、カシメガーナ、カシメイト、カッテイヤー、この計算だった、やりますね、ラッシュダー、ハッカネ、全員の服貫く、カシメイト、スメガー、サオイ、スメガー、サオイ、やったね、ウィン、何だ、甘く見ていたよ。セカンドクローズディバイド、パワー、走れ、走れ、イメイ、風、走れ、ポストにメイクロー、一戦、やりますね、やりますね、デヤー、このカバー、レベル行きます、コロンドだ、そーい、やりますね、風、ここからポスト、レベル、グッと走れ、デヤー、ここからだ、ブレイクダウン、映らないやるな、ナナセ、もう乙女の柔肌にひっどいことしてくれるのは、後が残ったら責任取ってもらいますからね。
この子。こんな夜更けに一人歩きは危ないよ。って、ひょっとして、あんた、あいつに執拗に連れ回されてるっていう？夜更けに子供が一人で危ないか。その言葉、そっくりそのままお前に返すよ。そして、ひょっとしてあんたが、ヒロハイドを執拗に追い回している、という小娘なんだろうな。何よ、執拗に追い回すって。それ、私のこと？あいつは、私の体を汚したの。大事なものを奪っていったの。だから復讐するの。それだけなの。それは、その、なんだ。あいつもお前のお年頃だろうからな。そういったこともあるかもしれないが。年頃とか関係なーい！あの非道な秋にきっちり強く出す。責任取らせる。あんたもあいつの仲間だって言うなら、ここでちょっと痛い目に遭ってもらうわよ。やれやれ、恐ろしいまでの若気の至りというか、あれだな。その生命力にあふれた情熱、羨ましいことだ。そして可愛くもある。だが、こういう若者を諭すのも私の役割だからな。いいさ、相手となろう。己の意志を貫くため、この亡霊を超えていくがいい。言われなくてもそのつもり。あの男の本当の姿、引きずって連れて行ってあげるから、その目で直接確認することね。ファーストクローズリバイド。いい打ち込みだ。やめ、貫く。走れ、目が合わ。やめよ。こっち行って。嘘、やめて。全然寝てる場合。まだ倒れる。貫く。なかなか悪くない。こっち寝てる場合。やったね。ウィンウィン。何体勢を立て直す。セカンドクローズリバイド。そっち行ってやー。ってやー。大した。なかなか。それでやー。走れ、諦めないよ。風よ。寝てれば。爪が甘い方甘いの。いいよ、そこに貫く。これくらい。爪が甘い。逃がさない。爪が甘い。やめる。無駄がこれくらい。でやウィンナナス。かわいいもんね。まお子ちゃまはおとなしく、お砂遊びでもしてなさいってこと。この風の中でやる気なのね。ファーストクローズリバイド。どうくるのか。お見事。大したことない。
なのごめん、ちょっと侮ってた。セカンドクローズ、ディバイド。世に出さない。どっちか走れ。あーえいやや あの仕掛けさあ、おいあとよこの約束いっちゃえ。はっ、危険に貫く。やっほーやっほーやっほーそれでいくやる。やっほーやっほーナナセ。もしもし、あたしだけど。どう、こんな小娘にいいようにもてあそばれるご気分は。地に足つけて戦ってちゃやっぱその辺が限界なのかな。の流れやる気なのね。ファーストクローズ、ディバイド。稼げやー、こっち。ほいっ、ほいっ、行くぜ俺。えいっ、来るな。走れ、ほっ、やん、やん、一戦走れ。上等危ない、そこだ。死ぬまい出して、ほっ、やー。えいっ、逃がさない。やってくれ、ほっ、やー。やっと、やっと、ほっ、やー。行くぜ、そこだ。やっと、ほっ、えいっ、あそこ、一戦これが、ね、ウィンナー、ナナセ。やってくれるじゃねえか。セカンドクローズ、ディバイド。ドッキリ稼げ。はい、行くぜ。せやーせやー、行くぜ俺。こっち、あれ、あー、行くぜ俺。こっちやー、走れ。やっほ、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 そこじゃ。やっほ、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 走れ。100倍だよ。あれ、そこだ。ぶち上げすのが。大したことだ。よし、逃がさっち。行くぜ俺。そう、やっほ、行くぜ。早速伝えなきゃ。ウィンナー、ナナセ。もしもし、あたしだけど。あんたたちみたいなバカ力と張り合うなんて鼻から考えてないっての。女の細腕で渡り合うにはね、コツがいるのよ、コツが。わかる？制服は付近にある中学校の。なるほど、あなたが報告に聞くウィンドミルか。噂は聞き及んでいます。インスレーターの所有者を執拗に追うものよ。今すぐ無益ないさかいはやめることです。何？リヒトプレイスの人？あんたもあいつの味方するっての？味方って、あくまでリヒトクラウスとしての責任からであって、私個人で木戸くんの味方なんて。そんなことより、あなたが必要に木戸くんに迫るじゃなくて、そのものを追う理由を聞かせてなさくだす。聞かせてほしい。なーによ、その焦りよ。さては、あんたもあの男にその体を。この公職一代男、こんなお姉さんまでもその毒が見かけていたなんて、絶対に許せない。え、体、毒が、あんたも、な、何、何のことを許せないの。そして木戸くん、あなた、私の知らないところで一体何をしているの。とにかく、あなたがあのものを追う理由が
ここで聞けないのなら、権限を悪用し暴れる者として、この夜のあなたの歩みをここで。ふん、なんだ、結局あんたもあいつをかばうってわけか。いいわ、そんな理由いちいち聞かせるまでもない。あたしが勝ったらあんたも深淵ってとこまでついてきなさい。あの男の悪魔の本性見せてあげるんだから。ファーストクローズディバイド。ただっち走れ、防御を受けるやりませんやりませんまだ負けないハート見せる、そこ続く加速一戦勝てやりません、あっさいよ貫く、トンも完璧、全然ディバインクラブ全然風に逃がさない、逃がして一戦勝てよ、ドキンキウィンナー、何をさしたしたことが。セカンドクローズ、リバイド。はい、こっち、こっち。甘い甘いだよ。カード、イエイ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 。カード、やりますね。ウィンナー、次は抜かせないからね。サードクローズディバイド、抜かせ、走れ、カード、加速、貫く、やりますね、やりますね、やめよ、かけよ、やめて、足元が降りてきます、大したボスだ、やりますね、行きます、危ないとこだ、加速、変えます、この勝一戦変えてみせる、じゃあポイント取れてない、うまいよ、シューッ、ゆたしたドキンキー、やるね、できるよ、エアー、そこ、貫く、ゆたしたやるよ、あうつらの夜な、ナムと、ナムス、柳に雪よれなし、この言葉の意味、思い知ったでしょ。流れに逆らわずに身を任せるって豪遊勝負じゃすごく重要なんだかんね。あたしの力見せてあげるわ。ファーストクローズリバイド、キラリ、完全撃破、一戦走れ、見事だ。セカンドクローズディバイド、うまい甘い、走れよ、よっとかせ、足元、こっち、パッてよ、危ないとこだ、てよ、速く貫く、パッてよ、いかせ、危ないとこだ、てよ、速く貫く、てよ、速く貫く、もしもしそれでは、やっ、てよー、てよー、走れよ、
映らないようで何ナンセ。どう、こんな小娘にいいようにもてあそばれるご気分は。地に足つけて戦ってちゃやっぱその辺が限界なのかな。ようやくこの風の流れやる気なのね。ファーストクローズリバイド。道風左風よ。やっやっよっせん今は落ちたらこっち幕してカウンダーカウンダーシュー。これだ今のよっせん幕したパー逃がそう風幕したなんやんな風だわよしみんな何しろ相当だぜ。セカンドクローズリバイド。よけみんなゴルゴ次は行かせないからね。サードクローズリバイド行かせんやんなよ一戦じゃあ行かせ行かせそれでは貫く嘘やったここ来てやん貫く一戦やった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 何せ。私の姿ちゃんと見えてる？全然動きについてこれてなかったみたいだけど。わかってるわ。どうせおばさんとかそういうのでしょ。使い古されすぎてそういうのもう飽き飽きなのよ。何？お姉さんそんなの気にするような年じゃないじゃん。そりゃちょっと化粧が派手かなとは思うけどさ。え？な、何この子。上品で知性にあふれたいい子じゃない。どう？歓迎するからうちの子にならない？なんない。そんなことよりあいつはここに来てるの？来てるんならさっさと身柄を渡してちょうだい。万別の坊やを執拗に追ってるってことよ。そう、あんたのウィンドミルちゃん、わざわざこんな危険な場所まで乗り込んできてくれちゃって。ああ、残念。立場が違えば仲良くなれたかもしれないのに。だからなんない。仲間にも仲良くもなりません。ああ、もう質問に答えてよ。ひょっとしてあいつ
ここにはいないの？そうね、いないと言えばいいわ。すぐそばには来てるみたいだけど、けど残念。もし来たとしてもあんたは坊やに会うことはない。あの坊やには私も興味がある。やすやすと渡すわけにはいかないわ。それを邪魔するっていうのは、あんたともちょっと遊んであげちゃおうかな。安心なさい、こんな可愛い子のお相手すぐに終わらせたりしないから。目が覚めたら身も心もアムネジアの構成員になるよ。じっくりと相手してあげる。痛くしたりしないわ。なんだかよくわからないけど、悪の組織っぽい口ぶりね。いいわ、この勝負受けて立つ。あいつが来るまでの軽いウォーミングアップってやつよ。ファーストクローズリバイド。動かない。ひどい。もっと。やー。でやー。たま。逃げた。左。左。無様。やめて。もったいない。やー。威力。あんまり貫く。向上。正気に見せる。やったね。ウィン。何でよ。服が汚れちゃうよ。セカンドフローズリバイド。まるでやっほっやっ貫く。やっもったいない。こっちでやっ。まるで聞いてた。危ないよ、この。走れ。やっよりません。そのチュルル。危ないよ。やっみんな、何せ、パーフェクト。もしもし、私だけど。蝶のように舞い、蜂のように刺す。私の最も尊敬する心の師、そのファイティングスタイルなんだ、これ。口ほどにもないのね。さあ、さっさとあいつの居場所を。パラドクスがもう倒されてるってのか。おい、お前は一体。見つけたぞ、キロハイド。なんだお前、やろうってんだろ。なんだお前、じゃないでしょ。覚えていないとは言わせない。あんたが人生めちゃくちゃにしたこの裏若き乙女の顔。キドハイド、そのものにも着衣の強要を。お前の話はややこしくなるんだよ。頼むからここで出てくれな。つか誰だよこいつ連れてきたの。ハイド、お前本当にそんな見境なしに。よし、無関係なものは席を外そう。二人でゆっくり将来について話し合ったらどうだ。ちげえよ、なんでそんなとこだけ気が回るんだよ。この女が誰だかは知らねえが、誤解だ誤解。勘違いだって話せばわかるな。いいえ、誤解でも勘違いでもなく、間違いなくあんたのせいよ。もう私こんな体じゃお嫁になんていけないじゃない。男なら責任取りなさいよ。
木戸くん、そういう人だったの。あ、原田さんまで、なんで一歩後ずさるんだ。考えろ、考えるんだ、キロハイド。この窮地を乗り切る方法。そうだ、だったら俺と勝負だ。勝った方が正義。これがこの夜の真理。なんだよこの残念な空気。俺か、俺が悪いのか。開き直ったってこと。いいわ、その勝負受けて立つ。この3週間に及ぶ積年の裏に、この場できれいさっぱり全部晴らさせてもらう。ファーストクローズディバイド。行かせ、てよー、行かせ、てよー、行かせ、よっと、キーパーの手になって、行かせ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 、まず、行かせ、見せる、行かせ、そこだ、行こう、行こう、甘いよ、まず、上になって、貫く、さあ、行かせ、まだだ、行かせ、行かせ、すごい、行かせ、やるじゃん、これになんで、よし、ウィンナナシ、見てねえぞこんなの。セカンドクローズリバイド、えい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 あれよっと、やればすごい、危ない、貫く、そっか、よっほら、どうした、左、よっ、やらせとく、そっち、逃した、ガン、よっ、それは、よっ、やらせとく、左、どっち、まだだ、そっち、ここ、かっきり、2と、2と、そっちは、ターン、眠い、ジャン、ボルテックス、ターン、ありえないんですけど、なんだ、ウィンブランチか、はい、なかなかやるじゃん。サードクローズリバイド、でよー、ゾッペン、ジャッカー、キレパッド、全然、まず、でよー、一戦、カセッ、まず、でよー、逃げかせ、走れ、ブレー、まず、ほぼ、ブレー、でよー、チッチ、危ない、どうも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 、私の1ヶ月の積年の恨み、思い知った？まだまだこんなもんじゃ許さないんだからね。冗談じゃねえ、捕まってたまか、あばよ。あ、こら、待て、卑怯者、逃げるな。逃げ足の速さなのよ。もうその辺でやめておけ。ハイドがその若さに任せてすまないことをした。女として辛かっただろう。あいつといた女の子、何よ、あんたなんかに謝られたって無駄よ。あいつのせいで私は体に、インバースの体にされたんだから。ん？
供も、私は木戸くんも最初から信じてましたよ。深刻なヒューマンエラーを解決、途中からそのように推測していました。何よ、あいつのせいで虚無ってのに噛まれて、こんな変な能力を持ったから何されたんだよ。責任取って元に戻すのが筋ってもんでしょうが。そういうことか、とんだ茶番だったというわけだ。だったらなおさらだな。ハイドをどうしたところでお前の体がすぐに戻ることはない。それくらいお前にも分かっているのだろう。そりゃ少しは。けどそれじゃあ私の気が。何、うまく付き合えばこの体も便利なものだよ。人を超えた超常なる身、日の光の下を出歩けないこともないし、定期的に血を吸う必要もない。あなたがこうして生まれたのも何かの定めでしょう。異端への覚醒は生まれながらの素養、遅かれ早かれ虚無に狙われ食われる運命であったはず。加えるなら、時とともに力を失い人としての性を取り戻す者も多いと聞きます。ウィンドミルよ、その日が来るまでに辛抱とするわけにはいきませんか。まあそういうわけだ。今夜は楽しかったが今日もそがれた。私は帰らせてもらうよ。降臨の、お前もおとなしく帰ることだな。ハイドとその娘の関係を随分気にしていたようだが、何、気にすることなどない。私は別に木戸くんとそのことどこの子か疑ったりはしてません。何よ、なんか変な想像されてるみたいでムカつくんですけど。あの子の言う通り、いくらあいつを殴ったところで私の体と心の傷は元には戻らない。木戸ハイド、まあこの体が治る方法が見つかるまでなら。優しさとかそんなんじゃないだからね。私が元の体に戻るためにしっかり働いてもらうんだから。このままずっと永遠。